バザーでね、桃買いました。すごく時間がかかると思ったからね。でもストーリーってさ、こうやってバザーとかで購入して進めることができるからいいよね。ありがとうございます。よかったですね。本当にありがとうございます。何をお礼したらいいのか。もし今後、ウィリアム城主のことを聞きましたら、私に教えてくれませんか？わかりました。耳にしたらすぐお伝えしますね。それでは城主様、帰りましょうか？そうしましょう、トミーさん。すごく気になるね。やったぜ。じゃあタップしてみよう。レジェンドのパンダ獲得。私の複合船を修理してくださった城主様へ特別にお教えします。ここは私が動物探索に出かけるところです。探検ね。マップリセットまでの時間。まあちょっとやってみるか。今日獲得できる伝説の動物。動物探検にはチケットまたはルビーを使用する。動物探検に使用します。マップリセット時に8個獲得できます。たまに伝説の動物とも出会います。城主様、また会えることを楽しみにしています。はて直してみる。お、動物のかけら、レジェンドのレアノーマル、イエロークローバー、レッドクローバー、ブルークローバー、探検チケットゴールド。もう一回ヘルプ見るか。こんな感じ。まあ、早速やってみるか。押せばいいのか。はい、確認。パンダ発見。かわいい。なになに？あ、動物、タップした。あ、連打するの。なるほど。あ、これでかける2ってことか。あ、ちょっと待って。オッケー。パンダのかけら2。いきなり始まったからびっくりしちゃったよ。この、8個開けることができるみたいだね。端っこはどうや？カタツムリ発見。これは何？動物タップ。カタツムリをタップすればいいの？はあ、なんか別ゲーになってる。連打。ふう、カタツムリは簡単だったね。こうやってかけらを集めていく感じかな。ちょっと右をちょっとやってみよう。あ、イエロークローバー。こんな感じか。あ、そういうことか。こんな感じで何か出ますよってことか。うん、じゃあ、この島とかにいるんじゃない？よし、カタツムリ見つけたぜ。ゴー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 。早く桃買ってやっとってよかったわ、これ。カタツムリのかけら。あ、これカタツムリのかけら結構集めたらカタツムリ来るんじゃない？これも開けてみよう。虹がかかってる。ベリカン。ベリカン持ってるんじゃなかったっけ？ごめん。間違えてたらごめん。ベリカン確か一番最初もらったような気もするんだけどな。ベリカンのかけら。真ん中開けてみるか。カタツムリ。カタツムリばっかじゃねえか。でも可愛いからいいや。はぁ。この辺カットしていいかな。カットした方がいいかな。多分同じことの繰り返しだと思うけど。真ん中開けよう。ペリカン。こんな感じのプレイ動画を見せるとか。あ、たまにジャンプすんのか、こいつ。こいつって言っちゃったけど。同じところタップしてもダメか。この横。カバ。あの、女の子のカバか。大丈夫？移動とかしない？移動は潜る？大丈夫？カバのかけら。こんな感じか。で、他やりたかったら、お、1って結構安くね？動画見たら回復する。動画を見たらチケット1枚もらえました。あ、これでチケットで開けることができる。カタツムリか。はい、カタツムリのかけら。で、あとは、ダイヤだね。これ、まあちょっと一回使ってみるか。カバ。実況だから。なんか次、また、なんかルビーの個数が増えるのかなって、それも検証したかったから、ちょっとタップしました。カバのかけら。あ、ほらほら。ちょっとずつ予想通り増えた。だから一回は、ルビー1で開けれるって感じで、次は3。で、どんどん上がっていく感じですね、ルビーのコース。やってよかった。結構、動物のかけら出たね、普通に。で、集めたかけらはここ。下になんかあるんだけど、これ、25個溜まったらカタツムリがもらえる。で、これ、ペリカンの池。今もうできてるから、
35集まったらアップグレードができる。これもちょっとね、裏で貯めてペリカンとカタツムリだけちょっとどんな感じなんかなってやってみますね。はい、完成しました。では桃の木を植えていきます。28時間後に完成します。ちょっとね、倉庫のアップグレードしておきます。大理石錬金術で作っております。535個持てるようになりました。次は3つか。ちょっとね、多かったやつはここでなんかたまに作ったりとかしてます。こんな感じでね。であと右下ニュー、装飾じゃなくて研究所、右上にニューって N ってマークが出てるんですよね。この果樹園のやつもね、立てておこうかと思います。28時間後、これも今後なんか使うかもしれないからね。あと土地の拡張、ちょっと高いけどね、この横やっておきます。わ、一気にお金が溶ける1700か。ここは1700、高っ。ここちょっとやっておきました。で、桜の木とかもこうやって斧とかで切れます。こういうのって結構いいからさ、出してほしいよね。あるのかな、桜の木だけ建てれるっていうやつ。これとかも取っとってもいいかもしれないけどね。ちょっと切ってみようかな、今後期待ですね。で、あとこれとこれに行ける道はね、作っておかないといけないからね。レジェンドパンダ獲得可能。これね、1日1回8枚もらえるって書いてあった通りね、24時間に1回もらえます。じゃあちょっともう一回やってみるか。ペリカン、こんな感じでちょっとカットするけどやっておきます。ゴールド300ゴールドとかも出てきました。イエロークローバー、なんか今回運が悪いぞ。パンダ、こんな感じに出てくるからね、かけらをね、ちょっとずつ集められるってことですね。はあ、連打連打連打、危ない。パンダのかけら、パンダがね獲得可能っていうよりパンダのかけらが獲得可能って感じですね。はい、桃の木がね立ちました。桃の木、次ポーク&チーズを1個調理。まだ続きた、この右上のところですね。桃の木関係ないじゃないか、1時間待ちですね。あと桃の木に関して30分で1回収穫できる感じです。こんな感じに移動しときました。こうやってねサクッとね収穫ができるようにしました。完成しました。はい、ポーク&チーズを1個調理。これで次またレベル上げ待ちです。あと桃、こんな感じで取れます。はい、完成しました。ただそれだけです。果樹園研究所、こんな感じでございます。なんかカタツムリの庭園集まったので設置してみましょう。かけらが集まるとこんな感じに設置ができます。この辺にちょっと置いとこう、後で入れ替えよう。申請設計、3秒で立ちます。完成。あ、かわいい餌も手に入ったからちょっと餌もあげるか。で、次の動物のかけらが集まったらアップグレードができるみたいな感じ。わーって言ってる100ゴールド。あ、次残り時間6時間後にまた餌があげれますよって感じですね。だから案外餌手に入ったら適度にあげた方がいいかもしれんねちなみにペリカンこんな感じです。ペリカンにもあげとこ餌をかわいい、こんな感じですね。これちょっとペリカンもアップグレードだけちょっと見せとこうかな。このペリカンのかけらね、どんな感じに成長するのかって感じで。ちなみに種類が増えたりレベル30になったらレアのロックが解除されるから、その時にまたね続きは実況していきますね。
はい、ちょっとね、月日が経ちました。ペリカンさん、今こんな感じです。魚も泳いでます。アップグレードできるようになったからアップグレードしましょう。はい、こんな感じにね、成長しました。親密度の解除と餌報酬増加、こんな感じで餌報酬が上がる。